おはようございます。日本一周8日目、今日は道の駅十津川郷で朝を迎えました。道の駅のテントワーク初めてだったから心配だったんですけど、ちゃんと安全に朝を迎えることができました。しかも足湯付きです。でじゃあ早速ちょっと北の方に走って、日本一の吊り橋、谷瀬の吊り橋に出発していきたいと思います。それじゃあレッツゴー。今日も風強いな、肌寒いわちょっと。けどそれよりも昨日コンクリで寝たからか体のあちこちが痛い。もうちょいで着くはずなんだけどな、人が全然おらん。朝早いでからか。おお、あったあった、貸し切りもしかして。よいしょ。はい、日本一谷瀬の吊り橋に到着しました。めちゃくちゃすごい。よいしょ。見てよこれ、長くない？普通に怖いわこれは。長さ 297.7m、 高さ 54m。めちゃくちゃすごいよこれ。うわー、ちょっと渡ってみようかな。20人以上渡れるらしいで。はい、じゃあ吊り橋を渡っていきます。20人以上渡れないって書いてあるのに、おじいちゃんおばあちゃんガンガン行くわ。うわー、景色めっちゃいいけどね、怖いこれ。気持ちいいなけど。回ってみる。でこの両サイドが金網だから余計怖く感じるな。風強いからめちゃくちゃ揺れる。おわ。はい、谷瀬の吊り橋渡り終えました。けどこれもう一回渡らんとな、バイクあるでな、渡らなかん。はい、谷瀬の吊り橋もう存分に満喫したので、ちょっと今から奈良の方に北上して適当にゆったりと観光していきたいと思います。風が強いですが頑張ります。ほいじゃあレッツゴー。とりあえず奈良県に向かってるけど、これといって目的がないな。なんか寺とかもあんまりだし、なんかないんかな。はい、西尾市のライダーズカフェ、元ダイナーにお邪魔しました。すごい YouTuber やってます。すごいいいライダーズカフェなんで、おすすめです。来てね。はい、日本一周8日目終了しました。今日は奈良の十津川村の谷瀬の吊り橋に行って、でもその後は、ね、今奈良の五条市の河川敷でテント泊中です。で明日から大阪行くんだけど、あんまり撮りたいスポットが多分ないから、ちょっと動画出さないかもしれないです。だから次動画出すのは兵庫県かな、多分になると思います。じゃあ今日もチャンネル登録と、あと高評価とブログもよろしくお願いします。じゃあちょっと仕事して今日は寝ます。おやすみ。